さて今回は、はい、お今回はこちらです。セザンヌだな。はい、50過ぎてようやく良さが分かったセザンヌですね。和田さんも分かるようになりましたか？ちょっとまだ分かんないので聞きたいことがある。何何なんかそこ上のリンゴこれ、はい、うん、普通だったら落っこちそうな、ゴロゴロゴロってな、はい、下ってくるよねこれね、はい、うん、こういうなんで落ちないんだろうな、なんで落ちないのか、リンゴが、はい、誰だと思いますか？下手だか。あ、ピンポン言っちゃったよお前。まあ順を追っていきましょう。まずなぜ落ちないのか、はい、ということは枝からです。あ、そうですね。うん、現実ならゴロゴロって転がってきます、はい、ね、枝から落ちないんですよ、はい、で実はこれふざけて言ってるわけじゃなくて非常に大事なポイントで、はい、セザンヌは現代絵画の父と呼ばれたりしていることは知ってますか？知らなかった。現代絵画の父と呼ばれる偉い画家になったわけなんですけども、それなぜかっていうと絵と現実は違うよって確かに言ったんですよ。だから要するに現実そっくりに描くのをやめたんですよセザンヌは。絵は絵として成り立っとりゃいいじゃないかっていうことをやったから現代絵画の父と言われてるわけですよ。今の絵ってそうでしょ、昔の絵ってやっぱりうまい絵がいい絵じゃないですか、はい、そっくりかどうかみたいな。今でもさ、人はさ、なんか絵見るとすぐさ、うわーすごい写真見たいとかって言うけどさ、はい、あれほど絵描きにとって失礼な言葉はなくてさ、うん、写真とそっくりだったら写真でいいじゃないかよって話じゃないですか。でも写真が登場して、じゃあ西洋絵画ね、それ前リアルに描いてきたらどう変わっていかなきゃいけないかっていう時に、うん、セザンヌはついに、いやそっくりに描かなくていいじゃん、絵は絵だよっていうところに来たわけですよ。だから現代絵画の父と言われるわけですよ。じゃあなぜセザンヌはそっくりに描くのをやめたのか、そこで、はい、どうぞ。下手だったから。そうなんですよ。そっくりに描けなかったからなんですよ。このセザンヌに関する本って全部難しいこと書いてあるんですよ。でなんでこんな難しい話になるのかなっていうとね、はい、絵が下手だって言わないようにしよう、言わないようにしよう。そこを避けて通ってるからね、はい、難しい話になるんですよ。だけどセザンヌは絵が下手だっていうことをはっきり認めるとむしろセザンヌは理解しやすいんですよ。俺がセザンヌの良さが分かるのにさ50年ぐらいかかったのもそこなんですよ。ある日、いやこいつただ要するに下手なんだっていうことが分かった時に逆にセザンヌがよく分かるようになったんですよ。で、まあ、セザンヌっていう人がね、まあ、どういう人かっていうと1839年にフランスのエクサンプロヴァンスっていうところで生まれたんです。南フランスだよ。だから他のね、まあ、後の印象派の仲間になるたちなんかだってパリとかノルマンディとか出身多いの。南フランス出身、ちょっと珍しいところの出身なんだけども、そこでお父さんは帽子屋さんから一代で銀行業を始めた、まあ、成功した実業家でお金持ちのボンボンだったわけです。でだから地元の名門中学理性にね、中学高校だね日本でいう、そこに通うわけですよセザンヌは、うん、でそこで同級生になったのが後に小説家として有名になるゾラだったの、うん、ゾラして居酒屋とか書いた小説家ですよ、うん、いろんな美術評論も書いた人ですよ。でゾラと中学の同級生で仲良しだった。でその中学の時に学校のデッサンコンクールみたいなのでなんか一等だか二等になったことがあるんだよ。それでゾラとね、いや俺はね文章の方でやっていくからね、お前は絵でいけよみたいなことで、うん、すっかりその気になって絵描きになりたくなっちゃうんですよ、はい、でお父さんに言うんだけど、でもお父さんほら銀行業を自分で立ち上げた人だから後継ぎが必要だから、はい、いやそんなのダメだって言って、それで X 大学の法学部に一旦入るんですよ。ところが先に理性卒業したゾラは先にパリに出て、やっぱお前パリに来なきゃダメだよって言って
ガンガン送ってくるわけですよ、はい、で俺もパリに行きてえなーってパリの国立美術学校入りてえなーってずっと思ってるわけで、そうだって俺が絵がどんぐらい描けるかを親父に見せてやろうと親父も認めてくれるに違いないと思って、はい、お父さん の, その別荘の壁に飾るために描いた絵がこれなんですよ、はい、四季を描いた作品なんですよ、もう春夏秋冬だと思うんですけどね、どうですかこれ、かわいい、よく言うやかわいいこれセザンヌ子供の頃描いてないですからね、言っときますけども、これ21ぐらいの時に描いた絵ですからね、はい、ちょっとこれ今ちっちゃいから分かんないけど、じゃあちょっとこの夏を大きくしてみましょうよ、はい、こんな感じよどうなのこの顔とかこの麦のこの束とか、うん、何よりこの洋服のこのひだ、はい、それからこのスイカとかのこの遠近感どうみたいな、うん、ね、これは一言で言うと下手ですよ、だけどこれを見せれば親父は納得してパリに行かせてくれるだろうと思ってるわけ、うん、でこの絵に何を思ってかですよ、ここサインしてあるでしょ、はい、これアングルって書いてあるんだよ、アングルあれアングルっていうのは当時のフランスのそのまあコテージアカデミー美術アカデミーの一番偉い画家ですよ、大家ですよ、その人の名前勝手に入れちゃってんだよ、でこれ難しい本読むとね、これはその古典主義に対するねセザンヌのね皮肉だね、アングルはこんな下手なんだぞみたいな本当はねことって言ってんだけど、そんなはずないんだよ、これを見せることでお父さんに俺は絵描きとしての才能があるってことを認めてもらいたいための作品だから、そんな批判とかそもそも美術学校も入ってないやつがそんなこと言ったってしょうがないわけだから、これは自分がアングルぐらいの画家だってことを言ってるの、これがセザンヌの特徴で、パリに出る前に描いたこの21歳の頃の作品にセザンヌの全てがあるんだよ、うん、一つは遠近法が全くダメっていう、うん、ね、はい、あと物の質感、はい、特に柔らかい物の質感が全然描けないっていう、これ布が布に見えないっていうね、で布も石も ほぼ同じ質感だみたいな、これ、はい、この遠近法と質感が病的にダメっていうこと、それから根拠のないこの自己肯定感の強さそうですねこれはセザンヌの生涯に付きまとう問題なんですよ、でまあこの絵を見てね、よしじゃあパリに行ってこいって言った親父も親父なんだけどまあそれでパリに出るわけですよ、行ってこい出たんです、行ってこい出たんですよ、これでこれで行ってこい出たんですよ、それもどうかと思うよ本当に、それでパリに出て国立美術学校を受けるんですけど当然落ちるんですよ、でセザンヌのもう一個の特徴はこんだけ自己肯定感が強いのにへこみやすいっていうことなんだよね、なんか言われると結構へこむ人なんだよ、それで国立美術館落ちるだろそりゃみたいな、誰が見たってお前そりゃ無理だよっていうことにまともに落ち込むっていうのはこの自己肯定感の強さの裏返しだよね、もうちょっと自分を客観的に見れてればいやそれは落ちるよねってそこまでへこまないんだよ、はい、それで国へ帰って一回お父さんの銀行に勤めちゃうの、だけど友達のゾラがお前そんな一回ぐらいのことでへこむなよって、国立美術学校なんか入んなくてもね素晴らしい絵描きはいっぱいいるぞって言って、はい、これからそういう時代だよみたいなことをゾラがガンガン言ってくるわけですよ、でまたすっかりその気になってパリに出て、はい、誰でも入れる塾へのね学校に通って、そこでピサロとかと知り合って印象派の仲間たちと、まあ、知り合いになって、はい、で1874年の最初の展覧会を立ち上げた時の立ち上げメンバーとして参加するんだよ、うん、だけどそのメンバーの中でも図抜けて下手なのこの人どのぐらい図抜けてるかっていうと、はい、印象派展に参加した人ね、第8回までのみんな印象派展に参加してるけど一度や二度はみんな国の展覧会のサロンに入選してるわけ、うん、もうドガなんて何度も入選してるわけ、なんならまだ日曜画家だった株の仲買人やってた頃のゴーギャンですら入選してるわけ、うん、
サロンに、はい、そのぐらいの絵はみんな描けた上で印象派をやってるわけ、はい、この人生涯一度も入選できてないの、ずっと挑戦し続けてんだよ。だからそのこと一つもとってもこの人が古典的な意味で絵が上手い人じゃなかったことは明らかなんだよね、うん、で印象派の仲間の中でもいや、やっぱあいつちょっと変わってるよねみたいな扱いになって、でほら南フランスの出身で、まあ、当時は田舎ですよ、うん、パリのこうチャラい暮らしについていけないこともあって、でもういいよっつって第3回で印象派展も離れちゃうんですよ、うん、でそれから国に帰ってね、まあ、パリと行ったり来たりしながら絵描いたりしてるんだけど、だんだんもう国にこもりきりになっていっちゃうわけ、うん、でこのセザンヌがだけどラッキーだったのは親が金持ちだったんだよね、はい、だから食うには困らなかったんだよ、うん、でなんなのお父さんが亡くなった後は遺産ががっぽり来て、うん、でもう一生食うには困らないだけのお金はあったんですよ。これがラッキーな点で、偉かったのはもうそんだけ誰が見てもダメなのに自分は自分を信じ続けて書くのをやめなかったことなんだよね。そこがすごいところなんですよ。でそうやってずっと書いてるうちにある時開き直るんですよ。いや俺はねこれどうやっても自然そっくりに書けないと、だったら対象をうまく書けないなら対象の方を俺が描けるように変えちゃえばいいんじゃねえか。でよくセザンヌの有名な言葉でね、自然を球円柱円錐として捉えなさいっていうのがあるんで、まあ、要するに球円柱円錐って、丸四角三角じゃん、はい、だから自然を、まあ、セザンヌでも描けるぐらい単純な形に還元してそれでそれを再構成していけばいいんじゃねえかというような考えとも取れるわけだよね、そのセリフはね、はい。でセザンヌもうどんどんこう開きになっていく、そもそもそっくりに描かなきゃいけない必要あるみたいな、それよりも絵として成り立ってることの方が重要じゃねえ、自然の本質を捉えることの方が重要じゃねえみたいな、リンゴって丸だよねみたいな、リンゴの本質って何って、丸いことだよ赤いことだよみたいな、で絵って何って構図と色だよ、構図と配色を現実より優先していいんじゃねえか、で質感全部同じでしょこれ、もうリンゴも布も、はい、いやもう現実のその布がどうしたとかリンゴがどうしたとかいいじゃないですかって、これ布じゃないですもん絵ですもんって、だったらもうこれ全部同じ透過のものとして、これは白いこういう平面です、これは赤い丸です、これは白い三角ですみたいな、そういうものとして考えて、それでこう画面を構成していく方が、印象派みたいに一瞬の光の移ろいとかだと残らないよ、これはもう一番根本的な物事の原理を捉えてるから残るんだよみたいな風な、まあ、ある種の開き直りをして、下手を逆手にとって物事を透過に描く。あともう一つこの人苦手な遠近法、遠近法もいいじゃんと、だいたい遠近法って片目で見た視点じゃんみたいな、でしかも動かないで途絶えた時の視点じゃないですかと、で人間両目で見てますよと、しかも見てる時いつも動いてますよと、はい、でいろんな角度から見た、ね、ものを、ね、頭の中で合成してね、なんかものを捉えてますよと、で遠近法変でもいいっすよと、もうこの平面の中に自由にものを配置して、形と色彩を自由に配置していけばいいじゃないですかみたいな、まあ、そういう、まあ、ある種の開き直りとも取れるような絵をずっと描き続けてたんですよ。そしたら時代が追いついてきたんですよ。それでこれ1895年、セザンヌがもうこれ56歳の時、初めてパリの画商でね、印象派とか扱ってたボラールっていう人が、そういえばセザンヌっていたよなみたいな感じで、で田舎にね、セザンヌどうしてるって言って、描いてますって言う どんなのって言って、持ってきてって言って、はい、来てこういうの来て、あれ意外によくねみたいな20年前はどうしようもねえなと思ったけど、今見るとよくねっていう話になって、ちょっとうちで個展やってみないかって言って、56歳で初めて個展を開くんですよ。そうしたらあのドニとかね、ああいう後にナビ派と呼ばれるような若いアーティストたちがそれを見てね、いやこれなんか逆にすごくねみたいなおいおいマジかよって、これリンゴ落ちてねえよみたいな
これ何これ布みたいな、うん、なんだ斬新じゃねえみたいな、これ石でしょみたいな、うん、評価をする人が出てきたんですよ。それで98年に2回目の個展が開かれて、どの若い人があのセザンヌってじいさんすごいぞみたいなことになってきて、で1900年のパリ万博でついに国に認められて、パリ万博に出品してもらえるようになったんですよ。だからもう諦めずに頑張ってたら時代が追いついてきたんですよ。それで1906年にまあ外で絵描いてる時に雨に打たれてさ、まあ肺炎になって亡くなるんだけど、その次の年にはもう大回顧展が開かれるわけですよ。でそれを見たピカソとかがブラックとかが超インスパイアされてキュビスムを始めるわけですよね。だからその1907年にピカソがアビニョンの娘たちっていうのを描いて、それがまあプロトキュビスムって言われてるんだけど、あの中には下の方にスイカとかまさにこんなようなのが書いてありますよ。セザンヌへのオマージュ、それから当時ピカソが凝ってたアフリカ美術のオマージュが女の人に顔にあったりする。でその頃ピカソが夢中だったもう一人のアーティストがアンディ・ルソーなんだよね。でピカソの中ではセザンヌとアンディ・ルソーとアフリカ彫刻っていうのは、ピカソ自身はものすごく絵のうまい神童じゃないですか。だけど絵がうまいだけだとどうにもなんないって悩んでた時に、いやすごくねみたいな、俺やろうとしてもできねえよみたいな、うん、そうですね、あのアンディ・ルソーの絵もそうでしょ、うん、アフリカ彫刻もそうですよ。ただうまいだけの技術じゃ、いや描こうとしても描けない絵なんですよこれ、うん、いややっぱりそれがすごいでしょ。つまりだからこの天才は天然に勝てないんだよね、うん、逆にすごいでしょっていうふうにみんながセザンヌを評価し始めて、それで現代美術の父になったわけですよこの人は。うーん、ここにも教えがあるでしょ、はい、諦めずに続けていけば時代が追いつくこともあるっていうのが一つだよね、はい、でもう一個はできないことはできないと、ね、できないこと、どうしてもできない、まあ、もちろんやってみなきゃダメだよ、はい、だけどどうしてもできないってなったらそこにいつまでもしがみつくよりできることを広げていこうと、セザンヌはどうしても遠近法がうまくできなかった、じゃあ遠近法が変なことを生かしていこうよと、はい、どうしても質感が柔らかい質感が描けなかったと、じゃあそこを逆に生かしていこう、もうみんな同じにしていこうよみたいな、はい、そういうできないことにしがみつくよりもできることを伸ばしていこうっていうことをね、セザンヌは教えてくれてるんじゃないかなと思いますね、はい、以上です